西九条ですよ。西九条、これ JR で、あちらは阪神でございますね。甲子園行くときはここで乗り換えましょうね。すごいな、利用ショータイム。ショータイムやな。笑われるんですよ、ここで髪切ったら。こんなわけない。でも、きっと楽しいお店なんでしょうな。ちょっと笑ってる間にずっと切ってくれはるんやと思う。ありました。炭火焙煎コーヒー、フレールジャック。ひらがなですね。フレールジャック。それフレールジャック。フレールジャック。あ、スパゲティとか。ハーブミートスパゲティとか。すごいな。これご主人の雰囲気でしょうね、きっとね。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。お願いします。どの辺に座りましょうか。これがランチサービスのメニューなんですね。で後ろが、はい、飲み物。はいはい。ハーブミートスパゲティとかあるんですね。はい。でも まずはでもコーヒーを。コーヒーも炭火焙煎です。あ、そうですか。炭火焙煎でなかなかね最近少なくなってますよね。神戸のあの、はい。神戸のあれですか、はい、有名店。そうそうそう。あ、ドキさん一個下向こうが。あ、そうですか。どこやろ、西村さんですかじゃなくて。もう一つ。あ、王子公園の方。王子公園の方の。あ、そうですか。王子公園ね、美味しいカレー屋さんもあります。あ、そうね。じゃあまずコーヒーいただけますか。はい、はい、お願いします。はい、ホットでですね。はい、ホットでお願いします。すごいですね。なんかちょっといろんなこの飾りとか置物とかが本当おしゃれというか、ありがとうございます。ね、昔のね、年代感じさせるものが多いですね。カプチーノ、エスプレッソ、はい、あー、コーヒーカップのスタンドがあって、今度はちょっと待っていて、俺どうですか。木彫りの人形がお好きなんですかね。木彫りの人形お好きですね。いや、どこやろ、いろんなとこで買うから、たまたま。 ありがとうございます。みんな好きでね、いろんなところで見つけては、深いわ。美味しいですね、この味好き、うん、味見ちょっとしてからミルク足したり味変するの好きなんですけど、これ生クリーム置いてくれてるのがありがたいですね。昔ながらのペリッとめくるのがちょっとね嫌やな、うん、ペリッとめくる、あれね、合成した植物でしょ。ちゃんとね、牛のお乳から作った生クリームの方が深いですね。欲しいな。で、遠くの方で西九条の駅に環状線が入っていく音がこうね、かすかに聞こえるのがいいですね。キー言ってるわ、うん、いや落ち着く店内ですね。またやっぱり結構古いのかな、贅沢な空間の使い方やもんね、うん、朝は満員です。そうか、そうやね、今から駅から出勤するっていう人がね、モーニング食べて、いや好きなアジアは、
ジもなんかもう70年代みたいな感じのレジやね。え、こんにちは。どうも。美味しいですね。コーヒーいただきました。もう。すごい。これは、あの、豆は何なんですか？ブレンドですか？ブレンドなんですけども。深入りですか？そうですね。ね、大好きな味です、これ。よかったです、ね、はい、おまけにね、ミルクも生クリームを置いていただいて、ありがとうございます。はい、このオルガンは、これは？これは私が、お嫁に行く前、独身、はい、の時に、あの、弾いてた、レッスンしてたんですけど。そうですか。結婚するにあたって、もったいないので持ってきて、うん、いや、これ貴重ですね、いいかなと思って、うん、どんな曲弾いてらっしゃったんですか？いや、まあ、ありきたりの、全然もうそんな、あの、あれが好きで今、あの、青、何だったっけな、青ちょっと忘れしちゃったけど青い鳥があの、上国歌の上国歌、青い影、青い影、ぴょーん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 ってやつね。うん、あ、いい曲ですね。ブルーシャドウです。そうです、うん、私ちょっと松尾さんに伺いたいことあって、はい、聞いてください、何でも。松尾さんって神戸ご出身ですよね。神戸です、はい、神戸小学校ですよね。神戸市立神戸小学校です、ですよね、はい、35年生まれです、ね、35年生まれです。私神戸小学校なんです。あら、そうですか、35年生まれの。あ、じゃあ僕同じ時に行ってましたよ。そう、僕6年間全部通いましたよ。私転校生なんですよ。あ、そう、何年の時に？4年生に来て、3年生に来て、はい、5年には転校しちゃって。あ、阿光先生でした？いや、違う、鈴木先生。鈴木先生ですか？隣のクラスだったと思うんですよ。僕村上学級やったと思います。私村上先生、もう3年4年が村上先生やった。そうじゃない、私、ええ3年がね、村上先生。村上先生でした。じゃあ一緒やわ。1年が僕は、1年坪井先生、2年奥谷先生、3年4年が村上先生。村上先生で、5年6年が安田先生でした。私村上先生なんです。教頭先生やった人です、ね、教頭先生やってました。じゃあ一緒のクラス、49歳で自慢してました。僕の年はトイレなんや、四十臭いや、言うて自慢されたんですよ。あの、飯田君とか。飯田浩平、この間死にました。あ、そうなん、テレビで出たでしょ、一回。出ました。効果歌ってたじゃないですか。あ、歌いました。もう、あれで私、もう、船の、言って。じゃあ、一緒のクラスですね。一緒のクラスですね。同級生やん。覚えてない、藤野智子って。あ、藤野さん、覚えてない。あれ花野さんとかとね。智子の子は、紅、あれ佐藤か、あれは。あ、佐藤さんもいました。佐藤智子もおりましたよね。で、浜野博子は僕の初恋の子です。綺麗やったもんね、あの、お寿司屋さんの娘ね、成駒屋さん。成駒屋、ちょっと高かったけどな、そうなんですよ。私、佐藤さんと浜野さんと仲良かったんですよ。あ、その時から仲良くなりたかったですね。そうですか。その後に屋敷隆人さんの番組でね、初恋の人を言うて、浜野さんサプライズで出てきてくれたんですよ。そうなんですか。あの、中学から私学行ったもんね、覚えてる。ああ、そうです、六甲中学とか。松陰、松陰。松陰か、ああ、なるほど。あ、そうか、そうか。で、僕はそのままね、布引中学行ったんですよ。で、布中から西宮北口の河原木中学に転校したんですよ。あ、同級生やないですか。同級生や、俺ら一緒の方なのに。僕、いかに僕、影が薄かったかいうことですよね。そうですか、同級生ですか。同級生です、ね、あら、びっくりした。びっくりですね、私。あ、隣のクラスかも。いや、そうかもわからんですけど、でも。思い出だ、村上先生も、ね。村上先生ね。いや、浜野さんも佐藤さんも。あら、そうでしたか。びっくりした。そうそう、だから、あの、近年もなんか集まったりとか、あれでも5月3日に神戸の公園で、あの、会いましたよ、みんな、なんか何人かと。うん、武田博之とか会いましたよ。武田君。今泉君とかね。浮津君っていなかった。会いましたね。いましたよね。いました、いました。あと米森君って悪い子がおりましたな。私転校しちゃったからね、5年からもう、影が薄い。いや、そうでしたか、びっくりした。そうなんですか。で、あの、ご主人とご夫婦なんですか。そうです。あ、そうですか。あの、どういう
お知り合いで結婚になったんですか。どういう、あまりそんなね、半分お見合いみたいな人の紹介で。そうですね、ああそうです、知り合いのおじさんの知り合いのおじさんの、ああそうですか。そう、だから年はちょっと離れ、ああそうなんですねいやびっくりしましたわそうなんです、一人だったんだね、村上先生ね、あらそうか、一瞬マスク外して覚えてるかどうか名前覚えてないもんね、藤野さんって覚えてないでしょ、健康診断覚えてない、あのね、いたような気はします、うん、ちょっと外してみて見せてください、あ覚えてる覚えてるこんな綺麗な子おったかな、でも浜野さんと佐藤さんと仲良かったんですよ、そうですね、あそうやそうや、そうなんですよ、で、あのうちの両親が忙しい時に遠足行く言うて、ほんならもうお寿司でも持って行け言ってお金くれたんですけど成駒屋で買いたかったけどそれができなくてね、それで三宮商店街に別の同級生がの親がやってた寿司屋行ってね、かっぱ巻きだけ作ってもろて、お商売してる人が多かった、ね、多かった多かった、そうなんですよ、ああそうか、じゃあこのお店はじゃあもうご夫婦で始められたんですか。そうです。あ、ですか、何年ぐらい前。30年近くなるかしらね。あ、そうですか、あ、うん、じゃあもうすぐ30周年ですね。そうですね、うん、あっという間でした、あっという間フレールジャックってあのフランスの歌ですよね。そうです、そうです、あ、よくご存知で、あれですよ、あの、うん、英語やと、うんうん、Are You Sleeping っていう曲、なるほど、うん、子守歌なんですかね。子守歌じゃなくてね、あの、まあ、元々は修道院の、あの修道士さんでジャックいう人がおって、でジャックさん起きなさいよって鐘鳴らす時間ですっていう歌ですね。それでキンコンカンキンコンカン、そうですそうです、それを鳴らしましょうっていう歌だと思うんですよ。だからあの Are you sleeping って、あんた寝てんの寝てんのって言って修道士のジャックさんを起こす歌ですね。うん、でもあの日本では別の歌になってますけどね。グーチョキパーで、グーチョキパーで何作ろう何作ろう。左手がグーで右手がパーでヘリコプターってね。そういう、うん、あの歌ですよ。うん、この歌がお好きやったんですか。初めはね、経験やったんですね。は？ケーキ屋さん、うん、で、フランス語だ、あ、なるほど、あ、フランス菓子やからあ、洋菓子屋さんやったあ、そうか、もうまあ同様やからね、子供たち喜びますもんね。たまたま NHK でやっとったんです。あ、それが流れてきたんですか、この歌を。あ、で、これをね、店名にしよう。あ、そういうことなんですね、はい、この辺りでは老舗ですよね、もう。まあねえこう長く続けていただかないとね。そうですね、ね、うん、本当貴重ですよ、こういう空間。なかなか喫茶店がね、はい、あまり、うん、そうなんですよ、なんかもうあのチェーン店ばっかりになってすごく嫌です。でももうしんどいからやめたやめたいって誰が、主人が、もう年やからもうしんどいとか。いや、あのね、説得力があるんですよ、その方がね、続けてくださいよ。ありがとうございます、言いながら、いつやめようやめよう言いながらね、ぼーっとおられてもね、やめてどうするつもりなの。いやいや、それより、多分、キーハンが来たら、あの、あれでしょう。そんなばっかり。キーハン IR、ね、あー、カジノできる言うてね、うん、あ、夢島か、そうそう、どっかにね、うん、で、キーハンが西九条に来る。あで、立ち退きかもしれんとか。なるほど。いやいや、立ち退き言われてからにしてください、考えるのはね。で、来なかったらどうすんのって言ったら、またその時考えるとか言いながら、でもやめたい。だから来た時に考えるでいいじゃないですか。来なかったら考えるじゃなくて、うん、だまだ検討中でしょ。あ、この来月から、来月から検討する。キーハンが検討しちゃう。あ、そうやそうや、だから今年度中にっていうことは、うん、来年の3月までには結果、結論出しますでしょ。それは来ないですよ、多分。いや、多分ね、私もそう思ってんだ、うん、来ないからもうちょっと頑張って続けたらって言うんだけど、うん、いや、もういや、絶対に九条ではいけないからいや、でもね、あの継続は力ですよ、こんな、うん、これもうね、
形はあるけど無形文化財ですから。そって置いて、ね、置いといてもらわんとねえ、ここで、ね、だってもうこちらでモーニング食べて出勤する人も多いんでしょ。昔はね。昔は。なんかあの今はもうコロナから全然変わってます。あ、そうですか。うん、あ、まあまあでもこれからまた復活していただかないと。うんうん、だからまあそれからおじいちゃんおばあちゃんとか朝来はるんで。そうですか。うん、それはそれで大事な場所じゃないですか。そうそうそう。でも今日なんか雨やったら来はるんですね。あ、そうか。や、うん、んだからね。うん。うん、もう今日は降らないですよこれから。うん。うん、そうですよね。降らなかったらおじいちゃんおばあちゃんは昼からは出ないですね。あ、そうですか。あ、でもまあね、あのリハビリだからここまで ね来るのを楽しみに、うん、来てくれたりするので、ね、できたら知り合いとおったりしてちょっとね、うん、そうですね、なんかここで仲良くなったり皆さんするんで、うん、ですか、そういうの大事です、張り合いになるしね、うん、おじいちゃんおばあちゃん来てくれ、まあ、お父さん、ねぜひ続けてくださいよ。こちらランチ名物があるんですよね。まあ、あったんですけど、もう今はスパゲティが食べてありますけど。ああ、そうですか。スパゲティ。スパゲティ。ああ、さっき書いてあった、あの、ハーブミートソース。ええ。ちょっとそれ、はい、食べさせていただきますか。すいません。ありがとうございます。同じクラスだったんですね。同じクラスか同じ学年かどっちかですよね。一緒の学年ですよ、それは間違いないですよね。35年村上先生ですもんね、村上先生でした。教頭先生やってた人、教頭先生が村上さん、村上先生でした、教頭と副校長ってどう違うんや。僕が子供の時は副校長なんてなかったですからね。え、今副校長ってあるんですか。っていう学校ありますよね、うん、いやびっくりした、同級生でした。いやびっくりした、うん、喋ったことはないかも。僕が背中に消しゴムのカス入れたりしたことあるかもわからないですね。そんな子やったんで。その子やったんかな。いや、僕じゃないです、きっと米森くんですよ、それは。じゃあ佐藤、浜野さんも相変わらずキレか。6、7年前に同窓会で会った時は変わらず綺麗でしたね。そう、綺麗かったもんね。あ、私もいつも浜野さんに会いたいなと思って。あと、芹沢さんとか知りません。芹沢さんも今、お洋服屋さんのね。そうそう、うん、あの人も今でも綺麗ですよ。芹沢さんいました。芹沢さん、今ね、安倍さんいう名前になってますわ。あ、そうなんですか。あ、びっくりした。それが分かってから、松尾さんをよくこう、意識してみるように。あ、そうですか。たまたまミラ君と出てた番組で、暗い歌を、効果を歌い出したから、ね、そう、すごいんですよ、もうあのね、君が代よりゆっくりの効果。もう、もう、船の、あ、独特ですよね、あれ。あれね、明治時代に多分作られたんですよ。暗いね。で僕らが歌った時は最後がね、大きなる民になりてぞ国に尽くさんやったでしょ、うんうん、ずっと前、戦前まではあの、君に使えんっていう歌詞やったって聞きました、うん、だからまあそれでちょっと軍国主義っぽくなるから、うんうん、あの国に尽くさんに変えて、それでもちょっとね、うんうん、日っぽい時代ですけどね、うんうんうん、一緒だったんだ。一緒でしたね。一緒のクラスやったんや。淡路島、そこをつびわねのきゅるぎなきでね。道はひろすじ、この道に我ら渡して。神戸のな、あ、そうかそうか、あ、いや、次々にか、うん、神戸のな
永遠にたたえんわれ人の、で、青馬なびやでしたっけ、うん、意味わからんで踊ってましたもんね。無理やり覚えさせられて。それも全部必ずレコードですよ。そうですね、だからアナログのレコードをね、先生がプツッパツ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 いうのが聞こえてから、あのもうもう船のって百の船と書いて桃船のですね。たくさんの船が集まる神戸やという。うん、あ、そういう意味やったんですね。そうですね。全然あ桃船そうや。桃船の集う港を見張るかし、うんうん。なるほど。うん。へぇーへぇーあ、サラダいただきます。はい。いや、嬉しい嬉しい。おいしい、うん、サラダおいしいとホッとするな。うん、はい、うん、うわ、面白い、うん、ハーブミートソーススパゲッティ、うん、ちょっとこのソースっていうか、まあ、ちょっとスープ状になってるところに、ね、これはちょっとあのイタリアの子供みたいなことしていいですか、スプーンで食べよう。本当はね、大人はフォークだけで食べるもんですけど、うん、イタリアの子供みたいな食べ方します。あ、おいしい、バジルの香りが、はい、うん、いいですね、ほのかに苦くて、うん、うん、苦く甘く、このソースというかスープが甘いですね。うん、あ、これはようできてるな。名物ですね、きっと。こちらの名物ですよね。そうそう、うん、いや、あ、これはランチで人気でしょうな。結構ね、何日も煮込んでね、ソース。うん。うん。バジルのええ香りしてます。うん。なんか、イタリアンの修行なさったとか。いや、何もしてないです。経験は信用しとったですけど。ああ、そうですか。あとは友達に聞いたり、そういう。ああ、美味しいですね。うん、いや、このスープスープね、美味しいです。またちょっと独特、ね、独特ですね、甘みあって。うん、うん、いや、これ、うん、大人の味ですね。素晴らしいですわ、ね、いいよ。うん、うん、ありがとうございます。うん、あの、人の紹介でご結婚なさったって聞いたんですけど、どういう方の紹介やったんですか。ケーキ働いてる時の先輩ですわ。ああ、その先輩さんが奥さんが知り合いやった。その私がアルバイト、学生、はあ、アルバイトしてた喫茶店に、はい、そのよ来てはった、この人の先輩と和菓子屋さんの社長が来てて、洋菓子屋と和菓子屋が、ね、そこの私がアルバイトしてるところに来てて、本当はね、その和菓子屋さんが自分の息子をの、あの、どうやって言われたんだけど、年が同級生かな、同じぐらいだったから、私ちょっと年上の人がいいからって言って、あの、何歳年上なんですか。8個です。
あ、そうですか。だそこのたまたま一緒に来てたこの人の先輩が、いい人がおるけど、会ってみえへんかって。あら、で紹介されて、でまあ僕も離れとったから少し結婚じゃありませんでしょ。で好きな感じやったんですか。あらそうですか。なんで奥さんに回ろうたんですか。あんまり何も言わへんし。ああ、まあさらっていますからね。そうですか。でもじゃあご結婚なさっても30年以上ですか。そうですね。35年ぐらい。あ、そうだ。そうですか。いや、じゃあ産後婚式とかやったんですか。産後婚式、何もしてない。これ25年で銀婚式で、35年で産後婚式で、50年で金婚式で。何してんの。35年、来年ぐらいか。工場が35。いや、もうちょうど違う。ちょうど35周年です、今。あ、ちょうどよかった。35年で子供が結婚したから、それでいいじゃん。それが祝い代わりですか。この6月に来たところに、うん、あ、そうですか。おめでとうございます。5月、じゃあもうお孫さんはまだですか、うん、これからですね。あれも楽しみやな、うん、ご自身はもうこれやめたいなみたいなあったりしますか。あ、酒ですね。大好きですか。はい、やめたくないです、いや、何かをやめるっていうのは良くないと思うんですよ。よくほら最近ね、その認知症とかの予防に何か今まで続けてきたことをやめるとそれが加速するっていうふうに聞いたことがあるんですけど、やっぱりボケないためにも何かをやめるっていうのは、やめた方がいいんですよね。つまりやめない方がいいって思ってます。だから続けてることは絶対続けた方がいいなと思ってるんですよ。で、何かよっぽど画期的にこれが始まるぞっていうのがあればいいんですけど、うん、それまでやってたことはやめない方がいいんですよね、うん、って僕はずっと思ってやってるんですけど。あ、なのでお酒も、はい、だやめません。はい。やめたいけどやめない。もうお酒に失礼じゃないですか、やめたら。ね、もう、ね、大事なことですよ。作ってらっしゃる方たちのことを考えるとやっぱりやめられない。ありがとうございます。ちなみにどんなお酒をよく好まれるんですか。あ、よく飲むのはビールとか、それもまあ大手のものもクラフトビールも、あとクラフトジンなんて最近流行ってますけど、ジンもウォッカとか、あとはバーボンウイスキーとかスコッチウイスキーとか、芋焼酎、麦焼酎、ごま焼酎、そば焼酎、芋焼酎あたりと、日本酒、地酒も結構大手の流通してるものも好きですし、ワインやったら赤ワインやったらピノノワールとか、シラーとかメルローが多いですかね。あと白ワインやったら僕シャルドネが好きなんですけどね。でもリースリングでもソーヴィニョンブランでもね、まあまあタルコが効いてるものが好きですかね。それからパンペロなんて、ね、ベネズエラのね、止まらないですね。そんなとこですね。やめそうにないです。そうですね、やめそうにないですね。